ございます、アメージンググレース聞いていただきました、最初はね皆さんあアメージンググレースだなって思ったかもしれないですけど、2番3番になったらはぁって思った方も多いんじゃないでしょうか。実はですね、内納屋口バージョン、沖縄の方言バージョンで歌わせていただきました、この歌はですね私の大好きな、沖縄の歌者小蛇美佐子さんと2人でコンサートをしている時にこの曲に出会いました、初めてこの内縄口沖縄方言バージョンのアメージンググレースを聴いた時にうわこういうのもあるんだなってすごくこう心を打たれて、私も歌ってみたいなと思い歌わせていただいてます、これからもですね沖縄の方言を大事に歌っていきたいと思います。